夢ラジオ第1689回、今日は平成31年4月27日土曜日です。時刻は午前10時半、横浜港北、土曜の朝です。曇りなんですが、時経つにつれてだんだんと街も明るくなってきましたね。ちょっと晴れ間が欲しいところです。お昼、そして午後の天気はどうなるでしょうか。土曜はお昼からずっとオンライン授業けれど、午前中は夢ラジオの放送です。リスナーの皆さん、平成ももう残りわずか、そして連休、どこでどうお過ごしでしょうか。今日はサタデーですね。1689回目、今回は義和団事件取り上げます。義和団事件、義和団の乱と言ったりもし、これは高校世界史で必ず出てくるでしょう。1900年、なんか覚えやすいですね。1900年、北辰事変とも言います。自分たちは宗教実践をしており、その宗教実践の中には気功、あの体の中の気を使う、気を使っていろいろ力を出す、パワーを出す気功、それを実践し、そしてあのカンフーっていう武術がありますが、気功を使ってるんですよ。あれも太極拳みたいなものを全部そうですね。あの滑らかな動きありますけど、あれは単に体を動かしてるだけじゃなくて、体の中の気、そしてその気を発する、これによって力出してる。だから本当の気功の達人者になると、相手に触れなくてもドンと倒せるっていう、それはそうなんですよ。気の力は本当はすごいんですね。もっと言えば目からも、この目からも気は出てますから、目でもって相手をあの思い通りにする、そういうことも気功の達人はできるようですよ。まあ、ですから気功をやってなかったとしても、目力強い人って言いますね。あるいはじっと見つめてれば相手は振り返るじゃないですか。目から気は出ていますよ。でその気功、そしてあの宗教実践、この宗教実践ってのはもういろんな宗教のごたまぜで、あの義和団とはいえ、マニキュアって宗教がありましたね。あのこの夢ラジオでも何度も取り上げた、面白いといえば面白い宗教、あのごったに宗教ですよ。あれの末裔でもある、この義和団はマニキュアなんですよ。あの善悪二元論である、そして善が悪を滅ぼすと、そして宗教実践がいると、体と心の二元論と、心が体を統御できればもう体を支配し、物質を支配し、精神と物質の二元論、マニキュアですから、このマニキュアっぽい宗教によくあることですが、精神と肉体、あるいは心と物質、まあ、その二元論で心や精神が優位に立ってきたら、気の力でこの世はコントロールできる、体もコントロールできる、気を発し続けていれば銃弾飛んできても当たらない。で実際あの国内で、中国のね、真の国内で頑張る限りは結構これが通用したんですよ。まずカンフー強いし、気の力で
相手が何か投げてきてもシュッとその物の方が避けてくれる、こういうことはあったんじゃないでしょうか。本当の気候ってすごいよ、すごいから。で、不神滅用、このスローガンも覚えさせられますね。不神滅用、要するに神を助けてヨーロッパを追い出そう。そのヨーロッパには日本も入る。神を助けて外国を追い出そう。で、カンフー集団がもう公使館襲撃し始めるんですね。出てけど、出てかないならもう殺すぞと。何人か公使が殺されましたね、この時北京で。そして当時権力にいたのは西太后なんですけど、この西太后はこの義和団を歓迎しました。よくぞ、よくぞ我らが民衆の中からかような英雄が出てきてくれたものです。義和団の方々、もっと西洋を懲らしめてください。つまり秦はこの義和団を認め、この義和団の挙を秦の政策にしちゃったわけなんですよ。確かに不秦滅用を言ってるわけですから、義和団はね。だから秦の首脳としては歓迎すべき運動、マニ教の20世紀版、20世紀版っていうか、まだ19世紀か、2000年ってことは、どうなんだっけ、1900年っていうのは何世紀になるんだっけ。まあいいや、マニ教の現代版と言っておきましょう。マニ教の現代版。マニ教って面白いですよね。このように義和団にもなれば、白蓮教徒にもなれば、なんか他にもいろいろ、欧州の方ではアルビジョア派にもなればっていう感じでね。マニ教は世界史を通史で見るとき浮かび上がりますね、ふーっと。しかも高校世界史、あるいは大学の世界史でも全然取り上げられないでしょ、このマニ教なんて。さて、義和団、この義和団の乱に及び各国はこれは鎮圧しなきゃいけない。しかも秦の政府がこれ応援しているからにはもう自力でやらなきゃいけないってことで、各国8つの国ですね、日本も含めて、イギリスとかフランスとかロシアとかドイツとかアメリカとか、そう8つの国が軍隊を派遣してこの義和団を鎮圧しました。その西洋式の、あれ近代的な軍隊が銃を発砲すれば、あの銃は義和団の団員たち命中しました。銃弾が避けてはくれませんでした。だから気候というのも限界はあったんですね。誰かが石でも投げてきたらその石は跳ね返ったかもしれないけど、近代銃の銃弾が飛んできて、その銃弾跳ね返せたら 跳ね返せたらね、ねえ、すごかったんですけど無理でした。これが北辰事変と呼ばれるようになり、以降各国が北京に軍隊を駐留させることになった。これが大事ですね。この義和団事件の後、各国、日本も含め軍隊を北京に駐留させることになった。つまり軍隊の駐留権が認められた。で、この駐留権があったからこそ後の、支那事変っていうんですか、1937年の、なんであの時あの場所に日本軍いるんだですが、この義和団事件の後ずっと軍隊の駐留が認められた。出ていかなきゃよかったんですけどね、日本軍もね。この義和団事件の時には各国の軍が出ていった北京にと申しましたが、その出ていった各国の軍隊がむちゃくちゃしたんですよ、北京で、中国で。
けれど日本の派遣軍だけはもう統率がきっちり取れていて、ピシッと行動し、何の事件も起きないどころか、むしろその各国の、ね、派遣軍がむちゃくちゃ乱暴狼藉やりますから、それを取り締まるようなことを最終的には日本軍がやり始めた。そうなんですよ。この時に日本の帝国陸軍の名声が一気に上がった。その軍隊が南京大虐殺をやりますか。ね。南京大虐殺はまあ置いとくとして、義和団事件、清という国が終わる時に、最後にその清を助けるぞと出てきた団員たちだったんですが、その目的は達成できませんでした。10年ちょっと経って辛亥革命が起きて清は滅亡しますね。夢ラジオ第1689回、今回は1900年義和団事件取り上げました。もうじきお昼ですね。